今回の映像では、私の地元千葉のクラフトビール、写真にも映っていますが、こちらと美味しい地元の自然の恵みがたっぷり詰まったペアリングフード、これをお家でビアガーデンとして楽しんでもらえる企画、仲間としたのでご紹介します。概要欄もぜひ見てみてください。ハロービューチューバーあやねー、こんにちは、ビューチューバーあやねーです。 Now I'm in 八街 City、千葉県の八街という、ね、エリアに来ています。 My local area. Well, I'm doing shooting about 千葉 Craft Blue Sky Beer Garden。 千葉クラフト青空ビアガーデンといって、私の地元千葉のね、夏のお祭りがあります。 Summer Festival Beer Garden。 だけど Because of COVID-19、 ちょっとコロナ禍ということで、これ2018年に、ね、スタートした、イベントで、こんな感じで青空の下で美味しいビール、それからフードを楽しんでもらうようなワイワイとしたイベントです。 I did MC for the event、 司会なんかもしてたんだけど、今年はお家にこのビールとそれから食べ物を、ね、届けるという企画をしております。 Well, this year we are planning to send craft beer from Chiba and pairing food。 こちら4つのビアスタイルに合わせたペアリングフード入ってます。バイゼン、それから黒系スタウト、そして IPA、 それから最後にペールエール。各ボックスにはそれぞれ4本違うブルワリーのビールが入ってます。飲み比べ楽しんでみてください。注文受付は7月28日まで、ちょっとギリギリにアップしちゃったけど、概要欄ぜひチェックしてみてくださいね。ということでね、1本飲みたいビールがあるので飲ませてもらうことにしました。実行委員長ありがとうございます。柏太陽のエールです。柏 is the name of the city and sunshine ale。いいですね、はい、こちらイーストコーストっぽい感じのビール、うん、久しぶりの、Yeah, it's been a while to enjoy this。 いいですね、好きなんですよこれ、 I like this beer、うん、はい、ということでね、飲みながら紹介したいんですけど、みんな千葉ってどう思う？ Do you know 千葉 prefecture?If you're coming from abroad to Japan、 もし海外から日本に来てる場合って、You would use 千葉、違う成田エアポート、成田、だいたい海外から来る人って成田空港で降りるから、そう、そう、成田エアポート is in 千葉 prefecture。 これ千葉県の地図ってありましたっけ？どこに？Hey, this is a event. これは2018年。私も映ってるよ。確かどっかの、どこだっけ？ここです。はい。いじめました。It's me. その時はね、私遊びに行ったんですけど、That time I went to just to enjoy the beers. But next year.2019年はね、もうしっかりもう MC をねしてて、そして今年はね、こういう宣伝というか、はい、皆さんへのアプローチもしているということで、もう千葉もね本当にいいところなんで、皆さん遊びに来てほしいですね。まあ私自身千葉県で生まれて育って 18 years I raised in 千葉だけど、その後神奈川県 I moved to 神奈川 prefectureFor university school days。 大学はね神奈川県に行ってて、でその後、まあ、東京に住んで、 So I had lived in Tokyo a long time but I returned to 千葉でね、東京でも働いてたけど、今はね千葉県の方に住んでおります。やっぱりね、帰ってきてみてふるさとの良さみたいなのってねすごくあるんですよね、うん、I realized, wow, my homeland is really nice place. Good nature, really good food, good beers also. 食べ物もね美味しいし、自然も豊かだし、うん、サーファーの人とかに結構人気かなとかね、あとやっぱりマザー牧場とか東京ディズニーランドとか、まあいろいろ遊べるところもあったりとか、まあ、自然も豊かだし、うん、あとね、人がおおらかです。わ、千葉 people are really
フレンドリー、I think。 なんかオープンな人多いんじゃないかな。なんかちょっとね、なんかラテン系じゃないけど明るい人が多いような気がする。どう思います、かずみさんね。チアフルパーソナリティ、 People have a cheerful personality。 So welcome to 千葉、皆さん千葉に来てください。 Yes, I think so. Yeah, yeah, yeah. Because we have a sea. Yeah, yeah, yeah. ね、本当に遊び海もありますからね。ね、海もあります。はい、Seaside is so beautiful. Yeah. あのね、海もめっちゃ綺麗なんだよ。ということでね、もう撮影のために飲んだから私ちょっと酔っ払ってるんですよ。I'm tipsy because I drank beers for shooting.ということで地元のビールのね、なんて言うんでしょう、紹介ができたりしてすごくね嬉しいなと思ってます。 I'm happy to introduce my local area's beer。 かずみさん声かけていただいてありがとうございます。こちらこそ、はい、Thank you so much。 ということでぜひ、次回のね映像もご覧いただきたいと思います。あと概要欄もぜひぜひ見てください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. See you next time. Bye. Cheers.